地震で家屋が倒壊した時などに支払われる地震保険への加入を呼びかけるキャンペーンが今日、佐賀市で行われました。地震保険は地震や津波などで建物が損害を受けた際に保険金が支払われるもので、火災保険とのセットで契約することになります。今朝、JR 佐賀駅周辺では佐賀市内の保険会社の従業員などおよそ30人が地震保険への加入を呼びかけるチラシやティッシュ420部を配りました。佐賀はですね、全国的に地震が少ないと思われてますけれども、もう日本はどこにいても地震が起こる可能性はあります。佐賀も例外ではありませんので、日頃からですね、皆さんには防災の意識を持って、気をつけていただきたいと思っております。日本損害保険代理業協会などによりますと、2022年度の県内の地震保険の世帯加入率は 29.7% で、全国平均の 35% を大きく下回っているということです。